三島水穂は、日本出身のアメリカ合衆国の作家、軍事評論家、安全保障、危機管理コンサルタント、元アメリカ陸軍特殊部隊軍総長、ベトナム戦争従軍者、鹿児島県奄美大島生まれ、既婚で一人娘がいる。アメリカ名は水穂三島ボブラスキー、ニックネームは、ボ。米陸軍勤務歴21年で、 約950回の落下山降下経験を持つ。スペシャルフォーセスアソシエーションの就寝会員で d ス4 4 6の ID を持つ。また、スペシャルオペレーションズアソシエーションの会員でもあった。米国籍を保有し、カリフォルニア州ロサンゼルスに居住していたが、2007年4月7日に肝臓がんのため死去した。軍事、安全保障。 危機管理等に関する知識が豊富で、また元米陸軍特殊部隊員ということもあって、企業での講演や、ミリタリーイベントのゲストとして、しばしば来日していた。カリフォルニア州、フォートオードの第3基礎戦闘訓練旅団第9大隊、C 中隊に配属され、6週間の基礎訓練に参加。当初は2年で除隊するつもりだったが、基礎訓練終了後に、部隊長の推薦を受けて、 空挺学校に配属された。この背景には、時の大統領ジョン・ F ・ケネディが非正規戦に積極的だった影響で、グリーンベレーの増強が実施され、それに伴う兵員確保のために成績優秀だと認められた者は、入営直後のルーキーであっても特殊部隊訓練に参加することができたということが挙げられる。1962年に機密事項取り扱い資格。 セキュリティクリアランスを取得。資格者チェックには FBI、さらに志願者が外国生まれの場合は CIA までを動員して徹底的に行われる。最初のベトナム戦争従軍。南ベトナム中部のコントゥム省にあるマクブサグ FOB-2 で勤務。この際のコールサインはバリアント。ベトナム戦争に二度目の従軍。やはりマクブサグ FOB-2 で偵察チームに 所属。また、長距離偵察中隊長として、敵戦線広報での待ち伏せ攻撃や、捕虜捕獲作戦等に従事。1970年から1972年、第5特殊部隊グループで勤務。3度目のベトナム戦争従軍。1974年から1976年、第10特殊部隊グループの情報、作戦主任歌 戦略戦術情報の収集と判定、それに基づく作戦立案方法を隊員に訓練。また、侵入隊員のセキュリティクリアランスのチェック及び取扱い業務を担当。1976年から1980年、大従特殊部隊グループの ODA-232 指揮官。他の米軍特殊部隊のみならず、NATO をはじめとする諸外国特殊部隊とも行動で、 訓練を行う。2000年、予備役登録満了引退。2007年、体調不良のため病院で検査を受けた際に、末期の肝臓癌が発見される。4月7日、ロサンゼルスの病院で、死去去年69現役中に授与された、勲章、四角気章等は、以下の通り。メリトリアスサービスメダル、ブロンズスターメダル、エアメダル、陸軍コメンデーションメダル、 全校賞、派兵賞、所属部隊へ、フィリピン大統領官上、ベトナム従軍賞、1960年飾り付け、ベトナム従軍賞、ヤシの発家ベトナム勇敢十字賞、戦闘不評賞、上級空挺賞、高着誘導員賞、スキューバ潜水賞。ありがとうございます。